終わった?一人じゃないから。お別れって何?絶対忘れないよ。ふざけやがって。何のつもりだ。忘れるわけないでしょ。もはや何も語るまい。君たちは己がどうあるべきか見出したであろうか。その笑顔はもはや仮初めの仮面ではない。この先迷い悩み苦しむ時が来ようとも何も恐れることはない。己の名を心に問いただせ。それだけで諸君はいかな暴風にさらされようともしっかりと立っていることができるはずだ。さあ、行きたまえ。光り輝く未来へと。あなた、誰?事件後もしばらくは世界中の注目を集めたものの、護衛長は平穏を取り戻しつつある。終わったっぽいな、これ。もうコントローラー離してもいいでしょうか。セベクとカンドルの名は大々的にクローズアップされたが、事件に深く関与した高校生たちの名が明かされることはなかった。時は流れ、事件が人々の記憶の底に沈みかけた頃、真実の自分を見つけ素顔のままの少年少女がまだ見ぬ未来へと歩き始める。何この卒業式みたいな。卒業式じゃねえかよ。本当に卒業式だった。
なんか顔がちげえ。園村、元気になったのか。面影残しつつもなんか理想と現実がなんか合体したような感じだな。第2ボタン、そんなに人気あんの。久慈彩に近いやつな、久しぶりに聞いたな。出すぎだろ。そう、呼んだことなかったよね。稲葉って呼んでるよな、確か。いつも。学校のチャイムってこんな感じなの。終わったっぽいな。恋人らしい男性主人公、もしくは稲葉正雄。単身ニューヨーク。あ、じゃあこいつじゃないか。出世しすぎだろこいつ。
終わった。マジでしんどかった。これはいや、ほんとね、かなりきつかった。まあもちろん最後ね、最後はほんときつかったもん。いやむしろ、まあ途中は全然、まあ、普通に楽しめたんだけど、なんだろう、もうやったことある人だとわかると思うんだけど、あの ラスダン超やばいね。マジでやばいな、そこで。俺あのメンツで行ってさ、あのペルソナで行って苦労しながらさ、まさかのフリーズしたじゃん。でフリーズして、まあ、もう一回挑みましたと。まさかのフリーズ、えって思って、でなんかふと、まあもう絶対にもうこれはもう無理だと思って、もう鍛えようと思って、じゃないとあのラスダンはもう超えらんないと、俺の精神力は持たんと思ってさ、で行ってパンドラ第一形態終わった後に、なんかあいつがさ、なんか俺に本当に話しかけてんじゃないかっていうぐらい、なんで諦めないのって、なんでそこまでして諦めないのって、すごいなんかもう、いやもう何なんだろうって、もう俺がなんかね、もう何がしたいのか、もう なんだろう、まあおかげで達成、そう、もうこれ3回見たかんね、このムービー俺3回見たかんな、もう信じられない本当に、この恐ろしいの、だんだん可愛く見えてきたもんね完全な頭狂ってるかもしれん。なんだったんだろうな、なんか俺にメッセージでもなんかあったんじゃないかなっていうくらい、何か俺に言うことがあったのかなみたいな、まあそんな普通に、まあありえない話だけどさ、 ありえないけど、でもなんかもうそれ、なんかもうそういうものを、なんていうのかな、ゲームとかそういうものを、なんか何か超えるものを感じてしまった。俺は呪いとかなんかさ、もうそういったそういうものに近いような何かが、なんかもう本当に恐ろしいゲームだった。アイワナとかさ、ああいうのってさ、なんていうのかな、まあ、すぐできんじゃん、割とすぐできるし、すぐババババってなんか死んだとしてもすぐまた繰り返すことできるんだけど、ここの場合は死んだらまた全部やり直しだっていう、全部やり直しだからね、ラスダン最初からしかもセーブポイントないからさ、本当にきつかった、マジきつかった本当に。ただあの、まあ、ゲームとしては本当にすごく面白かったなと思う。俺ね、本当ね、いや、一生忘れられないと思う。本当に俺これ忘れられないわよ、もう。私のこと思い出してね、つうか、もうこれは忘れられるわけがないよね。本当に恐ろしいゲームだった。でもそんな中ですごいなんか、まあ、メッセージ性というか、ものすごい熱いものを感じたね、俺は。すごく熱いものを感じた。本当に何か訴える、何か必要だったのかもしれないね。今の俺に必要な何かがあったのかもしれない。やり込み要素もすごいなんかいっぱいあるっぽいし、てかなんかね、まあ普通、まあ、多分これやる人は多分ね、まあ絶対やり込む人だと思う。大多数の人がもう、俺はなんかどっちかっつったら、もう最近はなんかもうやり込みっていうよりも、もういかに効率よくクリアするかっていうの方になんかだんだん重点できてしまったから、なんかそのせいでもあのままずっとガーっていってしまったけど、まあ、最後あれやんなかったら無理だったね。あの、まあ、裏で結構まあ鍛えたけど、別のペルソナ作って、まあ、あれなかったら俺はもう本当に完全に発狂したと思う。そんなわけで見てくれてありがとうございました。戦争チーン、バイ、テイクケア。